エルニーヤ国物語、どうもりょうです。しょうかです。しちゃんです。しやです。それと大学だけだ。よへったー。お願いします。久しぶりやね。久しぶり。でもりょうちゃんは結構合ってる。りょうちゃんはくるくるパン。くるくるパン。しょうかの頭はくるくるパンやね。パパラパー指導とバレーボール1年企画第4回目の練習会でございます。よいしょ。もう次呼ばれんのやないか。違うね、夜な夜なな、そのみんなに会えてなかったやん、そう、安藤がさ公園でパスしようと毎週毎週もうかかっとるやん。そう、来ないは絶対行け。一緒行ってくれるのよ。なんで行かないんですか。あの監督に言ってください。そう、練習会に。なんで行かない。いや、普通遅いです。誘う時間。誘う時間がだって昨日も12時ぐらいに誘ってくる。ボール見えんか。いや、もう見えないですよ。だから、もう変な癖つくよりかもしれない方がいいんですね。ああ、確かに。なるほど。うまいこと言いくれました。こいつずっとイメトレできてるから大丈夫。これお昼でも変わらないですね。じゃあ、まあ今日の練習で見せてもらって、はい、早速練習に入っていきたいんですけど、はい、皆様に重大なご報告があります。あれ？何ですか？つい結婚とか。誰が？どっちが？翔子ちゃんと亮子。誰だって結婚するの？あ、そうか。今回この1年企画に、はい、新メンバーが加入します。あびっくりするね。早速お呼びしましょう。はい、姫子さん。よろしくお願いします。顔がこんな。そうだ、そうだ、見て見て、よく見て。おい、俺が横に並んだらさ、あの金太郎とあの誰かな、あの身長いたさ、身長いたさ、マジでちっちゃい。ちっちゃい。本当はね。まだ8センチ違います。すごい。マジで金太郎やん。できるだけ並ばないように。姫子さんは中高でバレーボールをやってる方です。ただ約5年間のブランクがあるということで取り戻したいということで、うん、はい、あのこの企画に参加してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあ早速第4回練習会レッツレッツ。あのね、練習始まったらもうね一切喋んない。ここだけだから喋る。ここでどんだけ出すかや元凶。練習から行きましょう。これはショークに寄せてしまう。攻められると発揮するタイプです。あ、本当に。あ、なるほどね。うわーってなって。オッケー。じゃあアンカーで。
もう練習終わりや。ケラケラケラ、いざ進め。どうですか。何ですか。すごい。なんか初心者って聞いてたんですけど、そんなことなさすぎてびっくりしちゃったんですけど。いやー、すいません、溢れてるセンスが。めっちゃ上手くなってた。すごいじゃん。メトレのおかげですか。実際には練習してないですか。あの実は前回のあれで小指を骨折しちゃって。いざ進め。練習の時に上げてもらったやつ、なんか私がフワってやったら突き指してて、突き指だと思ってたんですよ。そしたらなんか腫れ引かなくて、え、骨折じゃない。え、今は大丈夫なんですか。あ、もう全然大丈夫です。言ってよ。いや、もう恥ずかしすぎて、なんかあのアタックでこうなったとかじゃないから、恥ずかしすぎてちょっと言えなかったです。バレーの練習でスパイクの時にそんな厳しいことすんなよ。マジで。あれ言って。やっぱり。もうできない。俺なら。なんかね、そしたらその練習3日後ぐらいカールみたいな。ファイディー、ゴーゴーゴー、ファイディー、ファイディー、ファイディー。遊んでんな、練習してねえな。監督、遊んでます。ダメだ。何が遊んでます。監督、楽しいです。楽しければ OK じゃん。翔くん遊んでるよ。うん、ケイトちゃんと
おお。左手で打てばもう、じゃあ、もう、あ、もうどっちも、ダメな時は足が逆になっちゃってだからこっちに上げたいのに右足を本来出さなきゃいけないところを左足が出ちゃって体が向いてないで無理やりしてる時とあと伸び上がる時ボールを待ってた多分これはブランクの問題だと思う、はい、左が好きなんですよ多分左足前がこいつを動かしますどうしましょうはいめっちゃ賑やかだったね、うん、カメラ行ってる時にもっと賑やかにやってよ、まあ、だいぶ賑やかだったけどさ超賑やかだったでしょ本当にめっちゃ続いたしあのさっきの上達したところおーってなったら撮ってなかったそう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 そんなこと言ったらみんな撮れないからずっとこれ待ってる羽目になるよだカメラ来たタイミングでおーってなる瞬間を作ってよ回ってんだからわかったいいタイミングで来たよじゃあそれを引き出すのが玉出しだから引き出すそうだよ引き出すのみんなのうまいところを引き出すカメラが来た瞬間にねうん引き出すのねうんわかった OK、うん、集合スパイク練習やるよやったー一番嬉しいねこれみんな一番喜んでるこんぐらいでうわ。右利きの人は左足を前に出した状態で、もうセット。上でもう打つ位置で待ってる。で、ボールが右辺に来たら、それに合わせて下に立てる。オッケー。オッケー。はい。あれ。はい。いきます。はい。ケイトさん、左手こう上げた状態で待って。あ、はい。来た。来て打つ瞬間に引くそうグッお腹力入れるためにこうやって触ってもいいふっあそう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 はいせーのはいオッケーオッケーオッケーおっはいおっおい。左が。出された。おおノー。まっすぐ開かない。まっすぐ。緑みたいだね。いいじゃない。そのどう。キラキラキラ、いざ進め。
やばいよね。あ、悔しい。よし、なんか言ってますけど関係あんの、その M とか S とかこれに。いや、いやされるんでしょ。やろ。おー、キラキラキラ、自分のちょっと前で触るの。今こういうとこ見て触ってる。ああ、前で。前で打つ。だけど、今回はそのまま角打ちにしちゃってる。じゃなくて、
に落ちるんだったらこの辺に入る。それぞれこう見るところが違う、うん、その俺に対してこう4つの目で見てくれて、あこのそれぞれのこうね一気にこうやりやすかったです。本当か。アドバイスが分かりやすすぎる。そう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 、すぐ改善できるというか、それな本当に。なんか今までいきなり大会とかやってると全然打てないんですけど、なんか最初からも基礎から教えてくれて間違いやりやすかった。はい、第4クォーターと姫子さんの SNS の URL は概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらからチェックしてみてください。お願いします。お願いします。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。